めっちゃパンチしてる。え、なんやねん。よし、ちょっと突っ込んでくれ。イルカだ。なんでジン君めっちゃバックステップな。助けてください。テルマ、俺も死んだ。え、うちら弱すぎ。あれ、ちょっとテルマどこ行った。してくれたジン様。りょうちゃん、こいつ殺せない。道理でテルマが普通にスルーしたわけや。始まりました、ノブTV。今日はオンラインバトルロイヤルゲーム、Apex Legends とのコラボ会になります。お二人は Apex Legends は知っていますか？知りません。僕も存じ上げませんでした。Apex Legends とは、60人で戦うバトルロイヤルゲームです。3人1組で協力しながらプレイを進められ、一度倒れてもまた生き返られるので、初心者にも優しいゲームとなっております。3月10日より Nintendo Switch でもプレイできるようになりましたので、今日は Nintendo Switch で Apex Legends をやっていただきます。ちなみにダウンロードは無料やって。ただだ。すごいね。お得な感じだよね。3人1組の協力プレイということで、今日は素敵なゲストをお招きしております。はい、お願いします。すいません。どうも、こんにちは。テルマです。スキドです。どう僕会ったことありますよね。はい、あります、あります。番組に行かせていただいて、はい。はい、荒白紅とか、はい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 、クリスタル系界隈でしょ。そうです、上智の先輩ですね、2人とも。そう、上智大学の先輩で、できっとうちらの身内の友達、上野ありさちゃんとか、うん、めちゃくちゃ仲いいです。私、俺も仲いいよ。そうですよね。そうだから、よく聞いて、ちょっとだけ仲いい。あ、そうですね。何がいいですか？テルマ。はい、テルマは全然もうテルマで大丈夫です。私、じゃあ僕もテルマちゃん。じゃあ僕もテルマ。あの、私がどうやって呼べばいいかって今質問してたんですけど、もうテルマは全然呼び捨てで全然大丈夫です。りょうちゃんとジンでいいよ。あ、ジン、そうだ、ジンとりょうちゃんで、うん、オッケーです。はい、わかりました。え、もうこれ早速ゲームすんの？じゃあこれさ、はい、うまいの？うちこれ2回目ですね、やるの。ああ、そうなんだ。そう、なんか2回目なの？2回目で、ゲームの中に、Apex の中にライフラインっていうキャラがいるんですけど、それにめちゃくちゃ似てるっていうので、すごいバズった時期があって。あ、そういうことね。で、そう、この前、そうなんや、ガチでコスプレさせていただいて。なるほど。そうです、そうです、うん、Apex からもうテルマでみたいな。そうです、そうです。なんか認められました、似てるってことが。お友達じゃないけど、なんでだろうと思ったら、そういうことだ。そうなんですよ。お願いします。始まった。あと、私、あの、実は奈良出身で、バリバリ関西弁なんですよ。だからちょっと慣れてきたら、ちょっと2人に釣られて関西弁になっちゃうかもしれないです。いや、俺全然知ってるじゃん、俺だけや。ジンって関西弁じゃなかったっけ？全然違うよ。あ、こいつエセエセエセ。ちょっと待って。何これ。え、普段なんかこういうゲームとかやるの？やらないですね、全く。ちょっと怖くないですか？夢に出てきそうじゃないですか、こういう撃ってる系ずっとやってると。わかる。俺あんま分からへん。これ弾のリロードってどうやってやるんですかね？今弾薬切れになっている場合は、銃の横に弾薬が、いろんな弾薬があると思うので、それを拾っていただいて。あ、了解です、はい。ジンさんってそれ、はい、冷蔵庫ですか？これ、はい、これ冷蔵庫。すげー、超かっこいい。その冷蔵庫、どこに冷蔵庫あんの？これ。うわ、すげー。必要ならヘルスドローを。ちょ待って、ゲームしてゲームだから冷蔵庫探したい、一生懸命俺今。でもこれもう一回なんかさ、やってみた方がいい。行ってみる。なんかやった方がやっぱ実践やろ。行こう。これあれだよね、キャラクター変えていいんでしょ、はい、レジェンド。じゃあうちライフライン使おうかな。そりゃそうやろ。エルマちゃん以外誰が使うねん。だからみんな自分に似てるやつやるんやったら、ジン・ワットソンじゃないかな。ワットソン。どれ。まあ俺このオクタンですよ、このガリガリのやつ。オクタンってどれだ？クリプトの隣の隣、ガリガリのやつ。まあ何でもいいか、とりあえず。そうだ、ね、あ、こいつハンサムだな、ミラージュ。オクタン今見た。オクタンでいこう。でもなんかオクタン早そう。え、これもういきなり60人のとこ飛び込むの？おお。とりあえずうちの錦戸を先陣切らしていこう。オッケー。うん。
これ初めてやから基本的にこういうのうまいからで、まあ、とりあえず突っ込んでいくわ。じゃあじゃあ、りょうちゃんついてきます。お、来た。あ、そうなんや。はい。おお、奥さんあれ、いや、ワットソン女子で行こうやと思って。え、これわあ。ワットソンがジャンプマスターやって。うん、りょうちゃんジャンプマスター、ジャンプマスター、頑張って。どういうこと？え、あなたがジャンプマスターです。え、何、どういうこと？あ、俺が渡してその権利を。ふざけんなよ、お前。じゃあ譲渡する。え、なんでえ、ちょっと待って、そう、権利を渡す。なんでうちに渡すん。え、どこ町、ここ武器ありそうじゃない。あ、だけどめっちゃ敵いますね、横に。おる？いると思います。降りたとこ結構。逃げよ。ちょっと待って。どこに？あ、開く。え、ちょっと待って。なんかある。え、どこ？りょうちゃんこういうのね、うまいんで。あ、これ。全武器見つからん。移動しましょう。ワットソン移動します。オーマイガー。あれ、大丈夫？マジ。最悪。殺された？でも救える。りょうちゃん、そこら辺ですね、私きっといるの。オッケー。あ、なんか撃たれた。おった、こいつか、ほら。いけ。あ、やばい、無理。死んだ。え、でも一番びっくりしたの、今の3人組やろうな。こいつら弱すぎひんかって。ジンを回収して、僕とテルマを。どこにいるの。中だ、あの中に出てけへん、左や右に。お前、丸押しか。もう何にも持ってないと思う。もうちょっと左向いて。そうそう、そっちの方向におるはず。あ、はいはい、中入んなきゃいけない、うん、お前すごい視点で走って、お前しゃがんでないか。え、わかんない。あと20秒経ったら多分僕とテルマ死ぬな、これ。え、どこ左だって。左。なんか撃たれてる。後ろから撃たれてる。建物の中入った。お、そこにおるやん。左。どこ。なんか回収ってなかった今。あ、なんか銃拾い、とりあえず拾った。めっちゃ撃たれてる。うわ、めっちゃ無視してる。え、なんやねん。え、うちら弱すぎん。あれ、ちょっとこれやばいな。いやー、ちくしょう。え、ちょっと飛ぶリーダー、ちょっとりょうちゃんお願いします。次は。そうね、譲渡しないで。じゃあ俺も分からん、何をしたらいいか分からんくてさ、気づいたら譲渡してた。ごめん。俺なぁ。いや、だって初めてのゲームやもん。下手くそで当たり前よ。初戦でチャンピオンになったら、やっぱスターだねってさ。いやいや、言われる。ゲームやもん。けど初めて私これ遊んだ時チャンピオンになれたんですよ。本当に？オンラインでなんかすごい優しいおじちゃんとつながってうまく誘導してくれたらチャンピオンになれたんですよ。すげえ優しいおじちゃんだね。顔も知らない、うん、全然知らないです。声だけしか聞いてこないです。どこ行こうか。この青い光は何なんやろ。レアパッケージっていう特別なアイテムとかが落ちてる場所になります。じゃあ人は集まりやすいからやめよう。え、おるやん。え、何誰が。うわ、これ誰。あ、うわ、いる。あ、ごめん。しまけ。あ、死ぬ。どうやってしまくの。どうやってしまくの。ちょっと待って。舞台全員役。ちょっと待って、これダメだって。ちょっと待って。絶対これあかんと思う。みんな58秒で死ぬ。いや、だって今全員拳でいかれたぞ。え、こうやっていかれた。うん、それで殺された。嘘。それでこんな早く死ぬ。ちょっと今回降りた場所が悪かっただけだと思うので。でもあれよね、町に行かんかったらやっぱり銃とかそういう物資も少ないってことですよね。そうですね、町というか建物の中を探していくと物があって。降りる場所やな、マジで。どこ行く。え、なんか奥の方とか行こうか。みんな早く降りるやろ、だって早く武器欲しいな、うん、よし行こう。え、ここ集まりそうちゃう。やめようよ。あ、なんかプールみたい。やめようって。よし行こう。はい。あ、武器あった。やべ、丸腰やな。これ何やったっけ。めっちゃ関西じゃん。あ、登ってもうた。おお、めっちゃ飛んでもうた。英語やってますよね、このチャンネル。オルタネイティブね、やってるよ。でもうわ、頑張って。今度そっち来てよ。あれ、あ、うち飛び降りてもうた自分で。最悪やねんけど。
なんで？ごめん、死んでもうた。高いところからジャンプしすぎた。あとエリア外にちょっと長くいすぎてアウトな。え、何ここなんか行っちゃいけないエリア。なんか私上に登って結構山のてっぺんから見下ろしてたんですよ、ずっと。あ、それがダメっぽいですね。どこにいるんだよ、テルマは。テルマ探そう。これ5、4、3、2。やばい、助けたかったけど。リング縮小開始ってなったけど、どういうこと？だから狭くなるんですよ。これもうテルマは助からないってこと？テルマはもう無理だ。二人とも頑張ってください、応援してます。関西の人どこにいるわけ今？俺スタジオ。いや違う、ごめん。なんかもっと、あ、いいじゃん、強そう。あ、ジン、ちょっとお前んとこ行こうか一回。あ、もうすぐでジンくんとこにたどり着く。そうやね。あれ、なんかジン、これなんか赤い光があるな。カーテン、赤いカーテン。あ、いたいたいた。あ、再開です。どこどこ、あ、いたいた。再開です。赤いとこに行っちゃダメってことですかね、これ。なんか危なそうやな。とりあえず離れよう。赤いとこに行くと、ダメージ食らっちゃうので、基本行かない方がいいです。へぇ。全然敵と遭遇しないんですけど、それはそれでいいのか。俺、そういう人生生きてきたから。どういう人生。ややこしいな、お前。自分で処理せえよ、お前。ごめんなさい。あ、わかんないな、もう。なんでジン君撃ったん今。練習。あ、りょうちゃんいるってこと？近くに。いるよ。上から見てた、君のこと。あ、いつも見てるよ。え、なにこれ。これね、きっとな、登ったらジャンプできるやつちゃう、これ。きっと。ボインって。おお、すげえ。イルカだ。あ、え、あ、ごめん、イルカじゃない。違う。なんだこれ。なにこれ。え、イルカ、俺も見に行く、じゃあ。チーム、ごめん、イルカじゃ、全然イルカじゃなかった。いや、これ絶対イルカちゃうし。リスボーン、何これ。チームメイト。さっき、テルマが死んだ時に何かを回収してここに持っていったら、テルマが復活して。助けるやつやな、きっと。うん、なるほどね。これ、ワンチャン、チャンピオンになれるやつちゃう。え、これ、あと多分15人ってことよね。勝利まであと2部隊だ、アミゴ。残るは2部隊だけ。だから、俺らベスト3は確定ってことやね、多分。うん、すごい。ちょっと待って、マシ隠れてるだけやねんけど。あれ、これ、敵ちゃん、敵ちゃん、敵ちゃん、りょうちゃん、いけー。あー、隠れて、見つかった。あー、わお。ごめん。けど、すごい。でもなんかさ、なんだろうなって感じじゃない？この回。わかる。あまりにも不甲斐なさすぎて隠れてて、最後にちょろちょろって殺されるっていうね。そうだよね。ちょっと17分遊べましたよ、今の。すごい。でも俺テルマちゃんの17分を無駄にしたんじゃない？いや、全然すごいかっこいいこと言いますね、さらっと。全然楽しかったですよ、見てるの。ちなみにこのテルマキャラクターのあれは何なんですか？ライフラインなんで、なんか人を助けるみたいなやつです。一番最初死んでもってたやんか。どこ行こっかね。とりあえずテルマは生かしといた方がいいよね。そうだね。ちょっと頑張るわ。いや違う、ほらテルマが生きてればさ、はい、俺らを助けてだれるじゃん。確かに確かに。あ、やべ、上だ。落ちた。これ一人だけ下。私も下にいます。俺だけ 上に落ちちゃった、どうしよう。これ下がってきてください。てか二人ともどこや。俺そばいるよ。そばいるよ。ここにいるよっつって。そばにいるよって曲なかったか。あるよ。あ、そばにいるねですね。あ、ごめん、はい。あの、ここにいるようなアンサーソングがそばにいるねなんですよね。ああ、そういうこと。そう、みんなだけど、あの、そばにいるよってすごい勘違いして言われるんで、全然大丈夫。りょうちゃん、そういうことで言ったんでしょ。そう。通りで、テルマが普通にスルーしたわけや。あれ、りょうちゃんどこ？今、ジン君の後ろにうち走ってる。あ、俺、りょうちゃん、ここに。あ、おったおった。
そばにいるね。あなたのことを私は今でもや。そうそうそう。思い続けているよ。嬉しい。知ってるやん。知ってるよ。嬉しい。ジン君めっちゃバックなんだ。ジン君めっちゃバックステップなんだ。いや、すぎてるか。あ、おった。おったおったおった。敵？敵。ね、こっちにいた。そっち。おった、ほんまや。よし、ちょっと突っ込んでくれ。エーペックしてくれ。テルマ行くな。テルマここにいてね。オッケー、ここにいるよ。行った。嘘。やった。おっさっぽいけどね、今一人。すげえ。あー、やられた。助けてください。助けてください。はい、今から行ってきます。こいつらまず倒さなあかんね。ちょ待て待て、うちバリしょぼいもん今持ってるやつ。これうち合ってる？進んでる場所。あ、でもし右かな、右側。右こっち？何？俺も死んだ。ね、死んどった。敵俺。ちょ待て待て、ちょ待て待て、バックする。あ、ちょ待て、ほんまに。ちょ待て。忘れんな。ちょ冷静に考えるわ。あー、めっちゃ撃たれてる。あー、ちょ待て。なんでこんなんなってんの。最悪。3対1はちょっとずるない、やっぱり。いや、確かに。あれ、でも俺倒してないんか、撃てただけか。最悪やわ。でもまだ言っても4回目だからね。いや、もうそろそろ行けるっしょ。行きたいな。ジン行かす？じゃあ1回。はい、うん、ジン君お願いします。でも周りに、あー。うわ、おった。目の前におるな。わ、結構ジン激戦区やぞ。え、嘘だ。嘘。うん、もうちょっと近くに。こっち行こう。こっち？オッケー。うん。オッケー。はい。こういうテレビゲームってよくやるの？やらないですね。うち全然ゲームやらないです。映画見てることが多いですね。エーペックしかやらないんだよ、ゲーム。エーペックスしかやらないですね。はい。みんなゲームします？俺もエーペックしかやらない。休みの日とかみんな何してるんですか？麻雀。あ、麻雀。休みないから。お前休みやろ、人生休みやろ。いや、ごめん、人生休みやろ、言い過ぎた、ごめん。ジンそれ何回か言ってるから。いや、ジン君の人生憧れるなと思っていつも思います。俺の人生。うん、だって海外に住んでるじゃないですか。そこだけじゃん。いや、なんかもうちょっとあのいいこと言ってくれるのかなって。もうなんか理想です、結構。ジン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 、一回ちょっとこっち行こう。マップ上でいうオレンジのラインが出てる方向、どっちや。そこがセーフのゾーンやから、きっとこっち。ごめん、どっか。あ、こっちか。ごめん、もう一回。テルマちゃん、そっち。了解了解。あ、いた。ありがとう、また。そうそう、こっちこっち。集合。あ、あ、ちょっと待って。あれ、撃たれた。来た。大丈夫？撃たれたな。死んだ、死んだ。どこどこどこだ。車のここです、ここです。うわ、いけー。おー、すごい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 。ザコにダウンさせられた。やばい、死んだ死んだ死んだ。強いよ。なんかおすすめのキャラとかいないの？おすすめは、オクタンが強いです。オクタン、ホライゾンは強いですね。あとあのブラッドハウンドっていうちょっと鳥がいたキャラとかだとどこに敵がいるか分かったりします。それ誰か使ってや。じゃあ俺それ使うや。テルマのライフラインは確定やから。けど全然ホライゾン使おうかな、うちじゃ。そこなんかライフラインで。あ、分かった分かった。あれ、俺間違えた、ヒューズになっちゃった、ごめん。オクタンが言う。ヒューズが爆弾とかをたくさん他のキャラよりもたくさん持てるので、それをたくさん拾って、銃ではなくてそれを投げるっていうのがいいかなと思います。おやしゃ。あ、ここになんか武器あるくせえな。ここへへへへへへへ。おお、いいのゲトったぜ。ゲトったっていうの？なんていう？取ったどうみたいな。俺ら言っても37だから、よくか。全然見えへんって言ってもうち33。あんま変わらんねや、言っても。うん。4歳って割と違うからね。まあね、あの中学校、高校は被らんもんね。あ、いいのゲトった。
これ難しいね。むずい。いやだからこそ奥深いんで、ちゃんと練習したらきっと。え、ちょっと待って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 、ちょっと待って、なんで、あれちょっと今どこ行った、なんで打ってくるんこの人、どこ、え、意味わからん、え、なんでな、なんでな、待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでな、だったらマジか、なんなん、助けに来てくれー、あとどんぐらい、あと時間は58、来てくれたー、神様けどねー、りょうちゃん、こいつ殺せない、あ、俺、なんかわかんないけど、なんかあ、ね、アイテム使った、おー、すげえ、ちょっとごめん、あの、アイテムっていうか、あのスキルみたいなの使った、すごい、今、燃えた、でも、当たったダメージになんな、よし、行こう、レッツラゴーゴー、あ、私、クォーター、トリニダード・トバゴのクォーターです、え、何と何の、トリニダード・トバゴっていう、なんかカリブところ、カリブの地とのクォーターです、4分の1、それが入ってます、カリブとのクォーターってかっこよくね、そうですかねそこの場所って国、国ですよね、ちっちゃいです、ジャマイカの近くとかそこら辺です、あ、そうなんだ、え、で親がこう日本に来てみたいな感じか、親がそうですね、奈良に住んでて、でインターが高すぎて払えなくなって一人でアメリカ行って、中学校 LA に住んで、で高校また帰ってきてインターです、すごいめちゃくちゃいけん、そう俺みたい、え、どこ、千葉で生まれて東京で、はい、でツアーで結構日本中回って、それ私も一緒ですねきっとえ、今のどうやって突っ込むのが正解やったっけ、いや別にあの大丈夫、それからもう仕方が正解え、 LA のどこに住んでた、 LA トーランスです、日本の三輪とかある、そう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 です、そうです、LA 住みてぇなぁ、戻りたい、まあ半々にしたいですね、今もうコロナで1年ぐらい海外行けてないのがもう苦痛でしかないですね、逆に俺もそうね、あ、日本に帰ってこれなくてってことですか、そう、日本やっぱご飯美味しいじゃん、日本、いやそうなんですよね、じゃあテルマちゃんのマザータングは日本語ってこと、まあだけど本読むとかだったら英語の方が楽かもしれないですね、けど、混ぜて喋るのが一番楽です。なるほど。え、Can you speak English? Yeah, I do. Hey, you're really good. I mean, still on the learning curve. But... Hey, you're really good. I didn't think you're that good. No. けど、やっぱり、do you get better at English, like, once you live there, like... No, I don't think so. Really? You can learn anywhere. That's crazy. あ、やばい。りょうくんなんか赤いとこ入っちゃってない、いやでもこれ抜けるしかないねここ、あ、そうなん、出ないとセーフエリア行かれへんかったから、分かった、入っちゃった、うちも入ったけど、え、ちょっと待って待って待って、これ大丈夫かな、めっちゃ遠いもんだってセーフエリア、出ろー、ここから出ろー、おー、ナイス、奥タン撃たれてるな、奥タン撃たれてるな、奥タン撃たれてるな、嘘、え、ちょっと待って、え、どこどこどこ、一回このなんだろう瀕死みたいになったらもうこれ回復できないってこと、上ボタンで回復できます、あ、ほんまや、あ、回収や、回収待ちだって、え、めっちゃなんか聞こえてけえへん、ああ。ヨセン、どこ、りょうくんどこ、え、ちょっと待って、待って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 、ダメだ、りょうちゃんこれ慣れてないからなんか、いや難しいよ、やったことないもんだって、いつもうまいのに、え、なに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 、なんか赤いとこ入ってもった、中入った方がいい、やんなやんな、そう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 、それ超えるってこと、すごい足元見て走る人やあ、誰これ、敵ちゃうか、殺してしまえ殺してしまえ、え、なんだ、ちょちょ、このリングの中におったら撃たれへんの、撃たれへん、ちょ待って、あいつ生きたよな、めっちゃ、なんやねん、なんやねん、いやでもこれだってさ、実際初めてやった人は絶対こんなもんやって、悔しいな、いやでも操作というかなんか使うものがたくさんあって楽しかったけどね、これ友達とやるのは楽しいな、なんかこうつながって喋りながら、そうね、そばにいる感じが、うん、やろ、ここにいるよっつってずっとできる感じがいいなって思いましたね、ごめんね呼び出して、もう全然全然、今日楽しかった2人とできて、ちょっと練習しとくわマジで、でもこれ悔しいな、
ちょっとうちもスイッチ持ってるからちょっと練習してみようかな。練習して。ジンもしといて。ちょっと、エーペックスさんこれ、リベンジさせてくださいよ。エーペックスレジェンズ LINE 公式アカウントも開設されたので、概要欄からチェックしてください。OK。3人で締めちゃいましょう。どうやって3人で締めるの？テルマでした。ジンちゃんでした。リョウちゃんでした。バイバーイ。はい。ポーズちょうだい。もう一回。ジンちゃん。じゃあ、それをもう。じゃあ、ジンちゃんでした。ジンちゃんでした。ってやって。あ、こっちですね。あ、そうそうそう。はいはいはい。いくで。テルマでした。ジンちゃんでした。リョウちゃんでした。バイバーイ。